はい、今回ですね、奥芝商店の札幌スープカレーですね、のものを、食べてみたいなと。いうふうに思いますね。よいしょ、こんな感じですね。ちょっとお待ちくださいね。ではね、食べてみます。この海老の香りと味わいがいいですね、これね。桜海老だな。の香りと、味わいが良くて、食べるとね、非常に美味しくて、なかなかの、この桜海老の味わいにあって、こう高級な感じがしますね。で、ラーメンのスープの味もね、さっぱりとしていて、それでちょっと辛みがある味で、なかなかいい味がしてます。ここ、非常に麺も太くて美味しいですね。なんてね、エビが入ることによって本当高級感が出て、でこうカレーって感じじゃないんだよね。本当にこうスープという感じの、あのしっとりとした濃厚な、でそれでちょっと辛いっていう感じ、あ、濃厚じゃないか、辛いんだけどちょっとこう薄めな感じに仕上げてるところがいいなというところで、なかなかの、味わい深いですね。本当にあのラーメンっていうのは、スープまで飲み干すっていうのが本当にいいラーメンなんですよね。ですからこれはなかなかスープごといけるなという味わいで、この奥芝商店のスープカレー、確かにこれ行列ができるわな。この香りのいいエビの味と、だし、エビのだしが入ってるカレーの味で、
全体的にさっぱりとしてるといったところと、このエビの香りがいい香りだなと思います。どうもありがとうございます。